クジャク妙伝大開運のお話です。職場の人間関係には気を使います。毎日胃がキリキリ痛む。むしゃくしゃするな。毎日毎日大変だ。こんな時はクジャク妙、忘年悪年邪念を食べてくれる。気分すっきり。ああ、プライベートで邪魔が入って彼女が怒って帰ってしまった。ああ、もう振られてしまった。こんな時はクジャク妙を、マイナスな思いを食べてもらおう。よーし、復活、再チャレンジ。せっかくの機会なのに体調悪いな。疲れが出たかな。どうも優れないな。病院に行こうか。精密検査。医学的には特に問題ないようだ。じゃあどうすりゃいいんだ。クジャク妙にお願いしよう。邪気を食べてもらおう。見事に復活。クジャク妙にお願いすれば、悪年邪念を食べていつもすっきり。